ですです。10時から礼拝を始めたいと思います。今回ですね、皆さんにお願いしているのは、ご家族ごとに座っていただいて、で一人で来ていらっしゃる方は、一席空いてと空けて、座ってくださるようにお願いします。礼拝を始めたいと思います、神父が入場いたしますので皆さんご起立ください。また後ろを向いてご礼拝しましょう。
私の娘を捧げます。お座りください。皆様お座りください。As we get started this morning, 今朝礼拝を始める前に、we're just going to begin to worship the Lord this morning and just celebrate this great day for Matthias and Haruka. 今日マテウスさんとハルカさんのとても素晴らしい日になりますので、その前にまず私たちは心を主に向けてイエス様を礼拝したいと思います。So let's stand up. Let's worship the Lord. 皆さんお立ちください。主を礼拝しましょう。はい、礼拝する前に祈りたいと思います。天のお父様、こうして私たちはるかちゃんとマテウスの結婚をお祝いすることができて感謝します。まず神様の偉大な愛を本当にお祝いします。本当に神様の偉大な愛があるから、こうしてマテウスとはるかちゃんが結ぶことできました。本当にイエス様、あなたが十字架でなさったこと、本当に私たち今日も受けて、本当に今日もお祝いします。感謝して祈りします。イエス様の御名によって、アーメン。神の愛と癒し受ける、真理の中に生きる喜びを歌おう。両手を上げて神の愛を受け取ろう。主よ、あなたの愛を常しえまで歌いたい。主よ、あなたの愛を常しえまで、川が流れ心開き、神の愛と癒し受ける、真理の中に生きる喜びを歌おう。両手を上げて神の愛を受け取ろう。主よ、あなたの愛を常しえまで歌いたい。主よ、あなたの with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever.Sing of your love forever.
it's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance. どれだけ偉大か、本当に今私たち本当にそれを知ることできますように。どうぞ主よ、あなただけが本当にこの日も賛美受ける、礼拝受けるだけ私たち集中することできますように。本当にあなたに誉れ賛美捧げます。唯一の鬼
Thank you.
主よ、あなただけが誉れ賛美、力栄光受けるべきお方です。本当にあなたが十字架で私たちの罪のために苦しんで、本当にその愛、本当にありがとうございます。感謝します。そしてまたあなたの愛で私たち生きることで、できて本当にありがとうございます。主よ、あなたに本当に賛美礼拝だけ捧げます。今から私たちの感謝の印として、また私たちの礼拝の一部として、あなたに献金、十一献金捧げます。どうぞ主よ、あなたの愛が本当に多くの人知ることできますように、この献金を用いてください。どうぞ主よ、本当にあなたの愛が今日も私たち体験すること、本当にありがとうございます。イエス様のみんなによってお祈りします。アーメン。
心をあなただけに捧げます。本当に今日もあなたの愛で私たちを満たして本当にありがとうございます。Hallelujah. Today is a very special day.今日はとても特別な日です。 Finally. ついにやってきました。 We've come together not only to just worship the Lord, but also to celebrate Matthias and Haruka. 今日私たちはこの場所に集まって、そして主を礼拝するために来たんですけれども、それだけではなくて、マテオスさんとハルカさんをお祝いするために来ました。 As we join these two young people together before God.そして、このお二人を神様の前で一人にする。But also before you as their witnesses. そしてまた皆様の前で皆様が証人となって、この二人が一つになるということを見ます。And you are their witness that they have committed themselves before God. そして、このお二人が神様の前で自分自身をお互いに捧げ合うという姿を皆さんがここで、見て証人となるんですね。To live under the covering of God's grace. そしてこのお二人が将来を共に歩むときに神様の恵みという契約の中で生きていく。And their desire to put God first and to followHim and his ways. そして神様を第一として、そして神様をの道をこれから2人で歩んでいくという決断を皆さんが今日証人として見ることになります。 Genesis 2:24、創世記の2章の24節。 It says, Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh.そこにはこう書いてあります。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。 Now, in today's society, 今日の社会においては Leaving doesn't always involve living separately. 父母を離れると言っても実際に別々に住むっていうことにならないことがありますね。 But it does mean separating fromemotionally and spiritually, we separate from our parents. しかし結婚することによって、もしかしたら自分の親と一緒に住むことがあるかもしれませんが、一緒に住んでいても精神的に霊的には親からもう離れて、夫婦がこの若い夫婦が一体となるのです。So that they can give themselves completely to each other and to the Lord.それをすることによって父母から離れることによって、この2人が本当の一つになる、一体となってお互いに捧げ合うことができます。 From the very beginning of time, beginning of God's creation, 神様が創造されてから God put the desire in man to be in close relationship with one other person.
人の中に誰かと自分は親しくなりたい、一緒になりたいという願いを与えました。And to become one. そして一つになりたいという願いをが与えられました。And usually when a couple wants to get married, they have all their own ideas of what marriage is going to be like. 通常はですね、男性女性が結婚して一つになるときに、結婚生活は夫婦生活はこうなるんじゃないかというアイデアを持っていると思うんですが、But most married couples can testify、でもですね、結婚していらっしゃる方はあそうだって言えるかもしれませんが、That what they thought marriage was going to be like and what marriage is actually like are usually completely different. 自分が考えていた結婚生活夫婦生活というアイデアですよね。それと実際に結婚して生活してみると全然違かったという現実に、現実を見ることがあると思うんですね。And all the married couples said amen. 結婚してらっしゃる方はアーメンと言えますか？現実とアイデアの違いに遭遇したと。But the more that they can see each other in the light of God's perspective. でもそういうことがあっても神様の見方でお互いを見ることができれば、 and love each other the way Jesus loves us. そして互いをイエス様が私たちを愛してらっしゃるのと同じ愛で愛することができたら、 the greater potential that marriage can be truly successful in all that God intended it to be. 神様の御心にかなってその結婚というものは素晴らしいものになる可能性があります。 There's a lot that I could say about marriage this morning that I'm sure neither one of them will remember. 今日私はですね、メッセージの中で結婚はこういうものですよってたくさん語ることができますが、多分この二人はすぐにそれを忘れてしまうと思うんですね。That's why we're recording it, so they can listen later. But I want to share four keys for a successful marriage. でも今朝、成功する結婚にのための4つの鍵となる事柄をお話ししましょう。That I hope they can remember at a later date. そしてまた後ほどですね、この2人がその4つの鍵を思い出してくれたらいいなと思います。But they're good whether you've been married, just getting married, or have been married for a long time. These four keys can actually help your marriage. しかしこの4つの鍵となる事柄は結婚したばかりの方もまた長年結婚していらっしゃる方にとってもすごくいいと思います。So number one, 1つ目の鍵は is to keep your relationship with God at the center of your marriage. あなたの結婚の中心に神様との関係を置く。 The more you do that, the more successful your marriage will be. それをすればするほど、もっともっと素晴らしい成功した結婚になります。Matthew 6:33. マタイによる福音書の6章の33節。 Says, seek the kingdom of God above all else. すべてを超えて神様の御国を第一としなさい。 Live righteously. 正しく生き。And he will give you everything you need. そうすれば神様はあなたの必要をすべてくださいます。We don't put our spouse first. 私たちは自分の結婚相手をまず第一にしませんね。Rather, we put God first. そうではなくてやっぱり第一の方は神様です。My wife comes second. 私の妻は2番目の存在です。And the more that I can do that, the more successful our marriage can be. それをすることができればできるほど結婚というものが成功したものになります。The more I choose to live according to God's ways and live righteously, そして神様の道を歩んでいこうと決めてそれをして、そして正しい生き方をすればするほど、The more I can trust that He will give us everything we need for our marriage. 私たちの結婚に対して必要なものはすべて神様がくださるともっと信頼することができます。Because really life in marriage comes from God. というのは結婚生活の中における命というのは実は神様からやってくるんですね。He is the great difference maker in marriage. 神様というお方が結婚生活の中で偉大な違いをもたらすお方です。Number two. 2番目の鍵は Marriage takes work. 結婚には努力が必要です。It takes sacrifice. 犠牲を伴います。The same kind of love that Jesus showed when he died on the cross to pay for our sins. 私たちの罪の代価を支払うためにイエス様が十字架の上で犠牲を払い。 Is the same sacrificial love that we need to show one another in marriage. そのような同じそれと同じような犠牲を夫婦の中でお互いに表すことが必要です。 It takes work to learn
about each other. そしてお互いのことをもっともっと知り合うのには努力が必要です。A husband once told his wife, I told you I love you when I got married. 夫が妻に結婚した時に私はあなたを愛しているともう言ったので。And if anything changes, I'll let you know. もしそれが変わったらその時には教えるよ。That's not a good marriage. って言ったらどうしましょう。そういうのはいい結婚ではありません。It takes work to get to know one another.お互いを知るためには努力が必要です。Sometimes it takes work to go out of our way to serve and express love to one another. そして、互いに愛を表すために努力して、そして使えていくことが必要になる時もあります。And you will only get out of marriage what you're willing to put into your marriage. そして、私たちが結婚生活に注いだ分だけ私たちは受けることができます。It takes surrendering to our selfish desires. そして自己中心的な願いを捨てなければいけません。Putting God first. まず最初に神様を第一にして。And serving our wife. そして自分の結婚相手に仕える。Galatians 6:7.ガラテヤ人への手紙の6章の7節 says, Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. 思い違いをしてはいけません。神の正義を侮ってはいけません。あなたは種をまけば常にその刈り取りをもすることになります。The good news, if you sacrifice and plant good things into your marriage, 結婚生活の中に犠牲を払っても良い種をまいていけば、you will reap a good marriage. 素晴らしい結婚という実を刈り取ることができます。You will reap in marriage what you're looking for. そして、自分が探していた素晴らしい結婚というものを刈り取ることができます。Number three. 三つ目の鍵は、make honor the highest priority in your marriage.結婚生活の中で相手を尊ぶということを優先順位のトップにしてください。Romans 12:10 ローマ人への手紙の12章の10節 says, Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. 純真な愛を持って心から互いに愛し合い、互いを尊ぶことに喜びを得なさい。Paul says to take delight in one another. ここでパウロという人が喜びを見出してください。Back in Paul's day, there was a lot of rank and privilege. People had rank and privilege. So there was different levels of rank and privilege. このパウロという人がこのことを書いたんですけれども、そのパウロの時代にはですね、自分が受ける特権にはレベルがあったんですね。So if I was in higher rank than you, I didn't have to worry about your feelings. ですから、地位が高い人は地位が低い人がどう感じているかということに全然気にもかけなかったんですね。But that's just the opposite of what Paul is telling us here. でもパウロは正反対なことを言っています。He says, "Give genuine affection and honor to one another." 純真な愛を持って愛し、そしてお互いを尊びなさい。To the point that you delight in doing it. そしてそれをして、お互いを尊ぶことをもう喜ぶぐらいまでやってくださいとパウロは励ましています。That you delight to please your spouse more than delighting in your own selfish desires. ということは自分勝手な願いをすることを喜ぶのではなく、結婚相手を尊ぶことを喜びにまず第一にしなさいと言っています。The longer a couple lives together, the easier it is to take the other person for granted. 結婚生活が長くなればなるほど、相手のことを結婚相手のことを当たり前、もう存在が当たり前、こうしてくれるのが当たり前という観念が大きくなってしまうんですね。Is that right? そうですか。It's easy to take your spouse for granted after you've been living together for a long time. 長い間暮らしていると相手の存在が相手がしてくれることは当たり前で感謝しなくなってしまうんですね。But we need to continually think about honoring one another. でも私たちは常に互いを尊ぶ、尊敬し合うということをしていかなければいけません。And when disagreements happen in your marriage, そして意見が合わないときに、because they will,
というのは意見が合わないことをやってきます。Maybe they already have. もしかしたらもうあったかもしれないそれが。Make it about what is God's best. その時に考えなければいけないのは神様が持っているベストは何だろうということを求めるんですね。Rather than what is my best. 自分がいいと思うことではなく神様のベストを求めましょう。Make it about solving the problem rather than attacking the person. そして何か問題がやってきたら一緒に問題を解決していく。お互いを攻撃し合うのではなく問題が来ないから問題を一緒に解決していこうとやってください。Amen. Number four. 四つ目の鍵は。And this is one of the most important keys that you'll have a lifetime to practice. 一生涯続く鍵となる事柄です。そしてとても重要な事柄であり、一生これをやっていくものであります。Do you know what it is? それ分かりますか? Forgiveness. 許し、相手を許すこと。Forgiveness. 許しです。Forgiveness is the key to any relationship staying together and growing. どのような人間関係にあっても、許しというのが大きな鍵となります。人間関係が成長し、良くなるためには、許しは不可欠なものです。In marriage, you will find many, many opportunities.To learn the art of forgiveness. そして結婚生活においてはもう何度も何度も許すという機会がやってきます。And my wife said, Amen. 私がはっきり Amen と言いますね。数えきれないぐらい許すチャンスがやってきます。But Jesus gives us a very strong statement. でもイエス様はとても強くこのことを語っています。In Matthew 6.マタイによる福音書です6章 Verse 14 and 15 14節と15節 He says if you forgive those who sin against you your heavenly father will forgive you but if you refuse to forgive others your father will not forgive your sins もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいますしかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。This really is a choice between death and life in a marriage. これは結婚の中で死か生を決めるものになります。Because marriage is more than just living in the same house together. というのは結婚というのはただ二人が一つの屋根の下で暮らしている以上のことを意味しているからです。And unforgiveness is a burden that Jesus does not want us to carry. そして許さない心というのはイエス様が私たちの心の中に持っていてはいけない重荷だと言っています。Really, bitterness and unforgiveness is a burden too heavy for us to carry. そして許さない心、また苦々しい心というのは重荷になって私たちが負うべきものではありません。Unforgiveness leaves behind it broken relationships and death. そして許さない心があると壊れた人間関係、そしてその人間関係における死というものがやってきます。That's why Paul tells us in Colossians 3:13. ですからパウロという人がコロサイ人への手紙の3章の13節でこう言っています。He says, "Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you." So you must forgive others. 互いに忍び合い、あなたを傷つけた人を許しなさい。主があなた方を許してくださったよ、許してくださったことを覚えていなさい。ですからあなた方も他の人を許しなさい。This happens and is practiced. One of the best things to practice in marriage is forgiving. 許すということは結婚の中で、私たちが学べる最高のことです。And we can never live up to another person's expectations. というのは私たちは相手の持っている期待に必ず添えるとは限らないからです。And so we'll have lots of opportunities to forgive. ですから、私たちには許すという機会がたくさんやってきます。Remember, forgiveness is not based on what the other person deserves.そして覚えていてください。許しというのは許す相手がその許しを受けるのに価値があるかどうかということに基づいていません。Jesus forgave us
Even though we can never deserve his forgiveness. 私たちはイエス様の許しを受けるのに値しないものでしたけれども、イエス様は私たちを許してくださいました。So when we're forgiving, we deal with forgiveness through the cross of Jesus Christ. ですから許すときに私たちはイエス・キリストの十字架を通して許します。And the faster you can learn to forgive one another, そして互いを早く許すことができればできるほど、to let the offense go, そして自分の受けた傷を手放して、to be able to remember the offense without any anger.Without any sadness. そしてそれをした後、その傷つけられたことを思い出しても怒りとか悲しい心が湧いてこなかったら、The stronger your marriage will become. 許しが完成し、結婚生活が強いものになります。And God has such great plans for you and your marriage. そして神様はあなたたちの結婚生活の中に素晴らしい目的を持っていらっしゃいます。But it will only be realized through forgiving. でもそれに気づくためには許しが必要です。Let's have Matthias and Haruka stand. Matthias さん、Haruka さん、お立ちください。Let's pray for them. まずお祈りしたいと思います。Stretch your hands out towards them as we pray. 皆さん手を挙げることができる方は挙げて一緒にお祈りください。Father, I thank you for Matthias and Haruka. 天のお父様、マテウスさん、ハルカさん、感謝します。I thank you for their desire to walk together and follow you together. 一緒に歩み、一緒にあなたに従っていきたいという願いを感謝します。All the days of their life. 一生涯。I pray that you would bless this marriage.この結婚を祝福してください。Lord, let them become one today. 今日一つになれますように。Bless them in every way. あらゆるところにおいてあなたの祝福がありますように。Through all the ups and downs of life. いろいろ人生には浮き沈みがありますけれども。May they find peace and strength in you. あなたの中に平安と力を見出すことができますように。And in each other. そしてお互いの中に。In Jesus' name. イエス様のお名前によってお祈りします。Amen. Amen. So let's have them come forward and light the candles. じゃあ前に来て、ろうそくに、明かりをつけてください。One at a time, yeah.Come here and stand. Face each other. You can take each other's hands. And at this time, they're going to say their vows. 誓いの言葉に移りたいと思います。So we'll go with Matthias first. Matthias さんからを始めます。Matthias, realizing that marriage is a lifelong commitment of love and service before God. Matthias さん、結婚とは神の御前において一生涯愛し仕えていくという誓い、献身であることを認め。Do you take Haruka to be your wife for the rest of your days until death separates you?はるかさんを死が二人を若妻で一生涯あなたの妻としていくことを誓いますか？誓います。Repeat after me. 私の後についてマテウスさん言ってください。You are my gift from God. あなたは神からの贈り物です。あなたは神からの贈り物です。I take you to be my wife. あなたを私の妻とし。あなたを私の妻とし。And my love.私の愛とします。I commit myself before God today. 今日神の前で誓います。That by His grace, 神の恵みにより、I will love you. 私はあなたを愛し、
Honor you. あなたをたっ飛び。あなたをたっ飛び。Lead you. あなたを導き。あなたを導き。And provide for you. あなたを養います。あなたを養います。All the days of my life. 私の命の限り。私の命の限り。Amen. Haruka. Haruka さん。Realizing that marriage is a lifelong commitment to love and service before God. 結婚とは神の御前において一生涯愛し仕えていくという誓い献身であることを認め。Do you take Matthias to be your husband for the rest of your days until death separates you? マテウスさんを死が二人を分かつまで一生涯あなたの夫としていくことを誓いますか？誓います。Repeat after me. 私の後について言ってください。You are my gift from God. あなたは神からの贈り物です。あなたは神からの贈り物です。I take you to be my husband. あなたを私の夫とし。あなたを私の夫とし。And my love. 私の愛とします。あなた。私の。私の愛とします。愛とします。I commit myself. 今日。今日。神の前で。神の前で誓います。誓います。 Before God today, that by His grace, 神の恵みにより、神の恵みにより、I will love you, 私はあなたを愛し、あなたを愛し、honor you, あなたをたっ飛び、あなたをたっ飛び、encourage you, あなたを励まし、あなたを励まし、and follow you, あなたについていきます。ついていきます。All the days of my life. 私の命の限り。私の命の限り。And at this time we'll have the exchange of rings. 指輪の交換に移りたいと思います。Matthias.What do you present to Haruka-san as a symbol of your commitment today? マテウスさん、今日あなたの誓いの象徴としてハルカさんに何を贈りますか？この指輪です。Repeat after me. 私の後について言ってください。I give you this ring. 私はあなたにこの指輪を贈ります。この指輪を贈ります。 As a symbol of my commitment. 私の誓いと And love for you. あなたへの愛を象徴するものとして With this ring. この指輪を持って I be wed. あなたと結婚します。In the name of the Father, 父、御子、the Son, and the Holy Spirit. 聖霊の御名によって。Amen. Haruka-san, what do you present to Matthias as a symbol of your commitment today? Haruka-san, 今日あなたの誓いの象徴としてマテウスさんに何を贈りますか？この Repeat after me. 後について言ってください。 I give you this ring. 私はあなたにこの指輪を贈ります。 As a symbol of my commitment. 私の誓いと And love for you. あなたへの愛を象徴するものとして With this ring. この指輪を持って I be wed.あなたと結婚します。あなたと結婚します。父、御子、聖霊の御名によって。これありがとう。Amen. Amen. So, light the middle candle together. 真ん中のろうそくに一緒に火をつけてください。And then blow it up. So this is symbolizing that they are now going to become one. このこれはですね、
今二人が一つになるということを象徴しています。どうぞ。At this time, the bride and groom are going to take communion together. 次にこの二人が聖餐式をやります。As a sign of their commitment to one another and to the Lord. それは互いに対する献身、また主に対する献身を表すものであります。In the taking of the bread and the cup, パンとこの杯に預かることは、they remember the great commitment that Jesus gave through his life on the cross. イエス様が十字架上で命を捧げたことを通して、このお二人に捧げたその献身というものを表しています。That he suffered in his body. イエス様は苦しみを受けて、that he died on the cross. 十字架で死なれて、so that we could have forgiveness of our sins.それによって私たちが罪に対する許しを得ることができるためです。そしてそのおかげで私たちが身体的にも精神的にも癒しを得るためです。It's also a reminder of the responsibility to sacrifice themselves for one another. そしてまた自分自身を犠牲を払ってまでも相手に捧げるということも表します。1 Corinthians 11第一コリント人への手紙の11章says, For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said,This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. 私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り、感謝を捧げて後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。Lord, we thank you that you suffered in your own body so that we could have healing in ours. お祈りします。主よ、あなたはご自身の体を私たちのためにお捧げになりました。そのおかげで私たちが癒しを得ることができるのです。主よ、私たちのために身体が裂かれたことを本当に感謝しています。パンを食べてください。In the same way, he took the cup of the wine after supper, saying, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with his blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes. 夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。Jesus, we thank you that you died on the cross. イエス様、私たちの罪のために十字架で死んでくださったことを感謝します。That you shed your blood to give us a new covenant with our Father in heaven.天のお父様と新しい契約を結ぶためにあなたは血を流されました。 Lord, every time we take communion, remember your suffering and your sacrifice. そして私たちがこの聖餐式に預かる時にあなたの犠牲とあなたの苦しみを思い出します。 To give us life. それによって私たちは命を得ているのです。 In Jesus' name. イエス様のお名前によってお祈りします。
Let's face the congregation. 会衆の方を向いてください。Let's pray. お祈りします。Father, we thank you. 天の父様、ありがとうございます。Let's stand up as we pray. 皆さん、お立ちください。Lord, we thank you for Mr. and Mrs. Matthias Harada, Lord. 主よ、原田、マテウス、ハルカご夫妻を感謝します。That they have committed themselves here before you and these witnesses. あなたの御前において、そしてここに、来てくださっているお一人お一人の前で、自分たちをお互いのために、献身しました。Lord, that you will bless them. 主よ、どうぞ祝福してください。Lord, that you will prosper them.あなたが繁栄させてください。Lord, that you will walk with them every day. 日々あなたが共に歩んでください。Lord, we thank you for their lives. このお二人の人生をありがとうございます。We thank you for their commitment to put you first. そしてあなたをまず第一にするというその決断を感謝します。And we declare that this marriage is from you, Lord. そしてこの結婚はあなたのためであることを宣言いたします。That you have such great things in store for them as a couple, Lord. そしてこのお二人が夫婦として歩むときにあなたが素晴らしいご計画を持っていらっしゃることを宣言いたします。That they will walk in unity. 一致を持って歩み。That they will be an example to others to follow.そして他の人がついていくことができるような模範になれることを。And we bless them. そして、祝福します。In Jesus' name. イエス様のお名前によってお祈りします。Amen. Amen. So I now present to you Mr. and Mrs. Harada. 今日皆様の前で原田マテウス・ハルカご夫妻をご紹介いたします。外の方でお話をしたい方はしていただくようにとしていただきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。順番で、まあ、家族ごとにとか家族ごとで写真を撮ったりとかしてくださればいいと思いますので、皆さん、じゃあ、案内しますのでちょっとお待ちください。